就活とか進学っていうのは何か考えてたりするの？はい、まだ2年生なんでいいかなと思ってやりたいことをやってます。大学院に行くのが今目標の。説明会に行ったり自己分析をしたり大学院に進学しようかなっていう。充電器業界金融業界に進むことになりました。卒業ができれば。人家帝国には掟があり、学生4年目の最年長者は就活と呼ばれる成人の儀式を行って独り立ちしなくてはならないらしい。まあ、中には進学と呼ばれる別の儀式を行い、神々への信仰をさらに深める者もいるようだ。どんな業界に進むっていうのはある？私はネットの広告に。ビール？飲料？セキュリティ系の会社で、警備はもちろんだけれども、開発系。一般的な就活ではなくて大学院に進もうと思ってます。テレビでアナウンス職です。アパレルの業界で今働いています。どうしてその業界を選んだの？もともとコピーライターになりたいなっていうところから広告っていうものを見ていって、ビール工場の案内係のアルバイトをしていて、ビールとかを扱う職業もちょっと楽しそうかなみたいな。某ネズミ王国でセキュリティのバイトをやってて、なんかこういう関係の仕事も魅力的だなと思って。大学生4年間過去5年間やってきてもわからないことが多すぎた。テレビが好きだから、あと野球が好きで、野球にずっと関わっていける仕事がこの仕事かなと思って。少しでもこう好きなことに関わっていた方が毎日楽しいかなと思って。じゃあ簡単な就活の流れ。エントリーシート、面接が3、4回で、まあ、最終面接。残酷ですね。僕の会社は5月に内定が出るという推薦入試だったので、5月か6月にエントリーシートを書いた後に面接。3年の夏にいろんなアナウンスセミナーがあり、10月に在京のテレビ局の試験があって、その後に地方局がずっとこう高校。大体第一次選考で多かったのはもうグループディスカッション。就活をしてて、まあ、楽しかったこと、辛かったこと。割とそのエントリーシートを書く作業は結構広告とかだったから、こうカラーペンで書いたり、そう色鉛筆で書いたりとか。面接は笑顔が大切なんですけれども、グループディスカッションで女性が笑顔でこっちを向いて喋ってきてくれることは、まあ、最高ですよね。まあ、教授と、まあ、今ガチで話すわけだから話をする機会が楽しかったなっていう。辛かったことは、周りがどんどん就活っていう選択肢を選ぶ中で自分の選んだ道を進むのは大変だったかな。受かってたら何時までに電話をしますっていうことなのに、それをずっと固くなに待ち続けて、あーって来なかった時は一番ショックで。辛かったのは、まあ、なかなか内定が出ないっていう。就活において大学でやってて役に立ったことってある？なんかグループワークでやる授業でグループディスカッションとかも結構いけたし、うん、あとプレゼンの授業とかで、うん、すごいこう自己 PR の時とかにそのプレゼンの授業を活かせた。ゼミの活動の一環として小学校ボランティアに行っていたんですけれども、まずそこで子どもたちと遊んだり、あとはまあ一緒にスポーツをしたりと、そういう経験が就活において自己 PR につながりました。人家は特にやっぱりこれをやらなきゃいけないというのがない分、いろんなものを見る機会があって、世界を旅する機会だったりだとか、ボランティアに行ったりする機会とか、あとは映像を作ったりする機会を経て、今やりたいこと、あるいは大学院でやりたいことっていうのが見つかった。もうサークル活動、いろんな仲間とか大勢の人と話すこととか、一緒になって行動する、一緒になってなんか一つのものを作るっていうのは大学の時の財産、今の仕事もそうなんで。面接では絶対にこう学生時代に何をやっていたかっていうのは聞かれる部分ではあるので、その時にうちの学校で必修になっている卒業研究について話をすることはすごく役に立ったかなと。将来の夢、ガンガン働いてキャリアを積んでいきの、40ぐらいでパッと辞めの起業するわ。出たそのパターン。明日死んでも後悔しないっていう生き方をしたいよね。まあ、とりあえずいい先生になりたいなと。いい先生です。どんな先生かわかんないけど、オリンピック、あとは WBC だったりワールドカップだったり国際舞台の実況をすること。人生って何が起こるか分かんないよねってこう言えるような人生を歩みたいと思います。